迎える。それは敗戦と国土と国民の幾多の犠牲をもって制定されるに至った法が安倍暴政によって終わりを迎えることを意味する。だが戦後民主主義の死は直前に至って辛くも食い止められた。ペテン氏、火事泥棒、安倍の目論見は外れた。掛け、森、桜と連続する法を法と思わぬ安倍の詐欺的まやかしについに国民が声を上げるに至ったのである。検察庁法改正案に対して今月9日から10日に至るわずか数時間で会員制交流サイト SNS が炎上したのだ。抗議しますのハッシュタグを続けた投稿が実に470万件以上に上り、さらにこの5月15日には松尾国広元検事総長ら検察 OB 数十名が法務省に定年延長の反対意見書を提出に及んだのだ。それを解説して作家保坂正康は東京新聞のインタビューに、ロッキード世代とは検察が三権分立の司法の立場を守った誇りを表するものと答え、安倍内閣は行政独裁体制、つまりファシズムを目指し着々と進めている。行政独裁は実質的には憲法の骨抜きであり、憲法改正ができないからこのような方法を取っているのだと報じた。この民意のうねりに呼応していなくなった安倍政府与党は18日、検察官の定年を政府の判断で延長できる検察庁法改正案の今国会成立を断念、秋開催の臨時国会での成立に舵を切ったのである。森かけのように時が経てばという目論見あってのことであろう。だがそうはいかなかった。天罰ついに下ったのだ。週刊文春電子版は昨20日、黒川博文検事長が外出自粛の緊急事態宣言下の今月、産経新聞、朝日新聞記者と賭け麻雀に興じていたことを報じた。しかも13日は検察官の定年を政府の判断で延長できるようにする検察庁法改正案が衆院内閣委員会で審議され、まさにその日である。余罪を挙げれば、黒川博文は森友学園問題下の法務事務次官で森友学園の長安根国有地払い下げ公文書改ざんで犯罪に加担した財務省理財局長佐川信久を筆頭に関係者ら38人を不起訴処分にするために暗躍した党の本人であり、まさに安倍政権の守護神を任じた男である。国家公務員でありながら国家文書の改ざんに苦悩、ついには死をもって国法に遵守した近畿財務職員赤木俊雄氏の死を私たちは忘れてはならない。黒川は安倍と共に正義感熱き公僕を死に追いやった張本人ではないか。何が余人をもって代え難いだ。この男黒川を検事長という要職につけた任命権者安倍は直ちに責任を取り総辞職せよ。この男黒川を検事長という要職につけた任命権者安倍は直ちに責任を取り総辞職せよ。政権の不正を もみ消す手先、政権の傀儡の一人は今夕にも葬られるであろう。しかし安倍政権が人事をもって官僚を支配する限り、隠蔽改ざん虚偽答弁をいたわない従順な下僕たちは後を絶たないであろう。凶悪を根絶するためには安倍の辞任をもってするしかはない。列島は一丸となって巨悪を追放せよ。巨悪を根絶するためには安倍の辞任をもってするしかない。列島は一丸となって巨悪を追放せよ。しかり安倍政権は中国のコロナウイルス大感染を承知していながら、
中国主席習近平への気兼ねから入国を許可し、またオリンピック開催の下心から IOC 国際オリンピック協会がオリンピック中止を検討する3月23日までコロナ対策を怠ってきた。このオリンピックへの下心では東京都知事小池百合子も同罪である。止まれ、孤独な反旗を翻し、自らの死をもって正義に殉じた元近畿財務局長、財務局上席国有財産管理官赤木俊夫追善供養招待菩提、田中角栄法廷写真、山口百恵結婚等世紀のスクープで名を馳せ、社会の悪徳に単身カメラを武器に立ち向かった我が日本祈祷団メンバー報道写真家福田文明追善供養招待菩提、安倍側近経済賛成対等層原発推進の経産省官僚たちをよく聞け、青森県六ヶ所村核燃料再処理工場を直ちに閉鎖せよ、全ての原発の稼働を停止せよ、広島長崎沖縄そして本土空襲で焼き殺された人々、阪神淡路大震災東北大震災原発関連事故死者、無能の行政のため孤独な死を遂げざるを得なかったコロナウイルス感染者の例、億万の死者たちは日本人を再び戦争に巻き込み、国土を死の灰で汚染する性感罪の悪しき者たちを許しはしないであろう。球場もケラの少子も軽からず、球場もケラの少子も軽からず、荒れめゆる森を汚染の水浸す、荒めゆる森を汚染の水浸す、協定は海のとどろや洗いみし、協定は海のとどろや洗いみし、廃止大道寺正し没後3年追善供養、東北地方大震災殉難の諸生寮並びに関連者の諸生寮追善供養、沖縄戦没殉難の諸生寮77回忌追善供養、ことには前沖縄県知事尾長武、反権力の異彩秋山道夫、合区の歌姫渚陽子、そして脱原発不屈の闘士淵上太郎追善供養生涯菩提、願わくば霊魂は長く地上にとどまり悪しき売国徒たちに鉄槌を下さんことを、願わくば霊魂は長く地上にとどまり悪しき売国徒たちに鉄槌を下さんことを、日本祈祷団に修復した我ら相続はここ経産省門前を道場として死者の願い死者の通行を代弁し、世界平和を記念し死者と共闘する恵光祈祷法要を謹んで報酬する。今日に曰く主上皇を尽きて大火に焼かるると見る時も、我がこの土は安穏にして天人常に十万せり、工事結果を不正市場の誘落するところなり、指針に供養し立てまつる戦没戦災戦没震災原発公害軽視柔軟王子の諸生寮追善供養招待菩提、常に自らこの念をなす何をもってか市場をして無情道に入り、速やかに物心を成就することをえせしめんと、重ねて祈願し立てまつる天守道寺自給寺当時を不可得不能外所要恩的回数財物樹寺法家妙者福不可料脈不順乱臭ドラン説法者津浅支部女割樹師となれ国賊退散ならしめたまえ、慎みを誤ってこれを申す。南洋法連盟寮2020年5月21日伊豆法南への不正月、日本祈祷団47支
Yeah, again, there!